今日はカメラの話です。新しいカメラが欲しいなっていう話です。はい。今使っているこのカメラなんですけど、パナソニックの FZ1000 というね、コンデジなんですけども、だいたい1年と3ヶ月ぐらい使ってきました。はい。このカメラのスペックを言うとですね、25mm から 400mm で F2.8 から4.0の広角16倍ズームの、レンズがついてまして、で 4K 動画が撮れまして、で手ブレ補正もついてると、なかなかいいカメラですよね。コンデジとはいえね、高級コンデジにあたる部類だと思います。これをですね、1年と3ヶ月ぐらい使ってきたわけなんですけどね、なんとなくね、そのカメラの扱い、カメラのことがなんとなく分かってきた今現在ですね、やっぱりね、一眼レフ、ミラーレス、レンズ交換式のカメラがですね、欲しくなってきたわけなんですよ。はい。で、このパナソニック FZ1000 ですけどもね、センサーサイズがあまり大きくないんですよね。1型ということで、ちょっと夜景を撮るにはね、ちょっと厳しいんですけど。なので、次買うカメラは、それよりも大きい、フルサイズとまではいかないんですけど、APS-C、あるいはマイクロフォーサーズの大きさのレンズが、レンズじゃない、センサーサイズが欲しいなと思ってます。はい。で、やっぱりね、次買うものはやっぱりスペックアップしたいわけなんですよ。なので、今この現状で使ってるカメラね、4K 撮れます、手ブレ補正もありますっていうところは必須項目としてあるんですけど、希望を言えば、さらに希望を言うなら、オートフォーカスね、AF の速さ。で、防塵防滴が欲しいですね。もう雨が降って撮影を断念なんてことがしばしばありましたから。防塵防滴。で、あと、よく言えばですけど、静止画。動画ばかりじゃなくて、静止画もちょっと挑戦したいと思ってますんで、写真、静止画に強いカメラがいいなと思ってます。はい。今日はですね、いつものウイスキーではなくて、ちょっとね、こういうものをいただいてきました。職場の方からね、今日、これ、カステラをいただいてきましたんで、これを当てに喋りたいなと思ってます。はい、カステラです。よいしょ。どうやって開けるんだ、これは。よいしょ。もう切れてある。切れてあります。切れてありまして、セロファン、薄いセロファンがありまして、こんな感じ？こんな感じでザラメ。はい。まとめますとですね、僕の希望するのは 4K が撮れる。4K の動画が撮れること。で、手ブレ補正ががっちりしてるやつね、が欲しいと。で、さらに希望としまして、オートフォーカス、AF の速さ、ピント送りの速さ、これが欲しいと。で、防塵防滴ですね。雨でも撮影できる。で、さらに言うなら、写真に強い、静止画に強いものが欲しいと。はい。
でね、この間の日曜日にですね、まあ頭の中ばっかしで考えてもしょうがないんで、実際にね、梅田にあるヨドバシカメラに行ってきました。うん。で、いろいろね、事前に2つ3つこれが欲しいなっていうのを頭に入れてですね、実際にその商品がありましたんで、手に取って、まあいろいろね、手に取った感覚っていうのも大事ですから、それを調べに行ってきたわけなんですけどね。まず僕の中でここに映ってますけど、パナソニックの GX7M2、 まあちょっと古いやつなんですけどね、これがいいんちゃうかっていうのがまずあったんですよ。小ぶりですしね、割と手頃で、である程度 4K も撮れる、手ブレ補正もあるということでね、でやっぱりパナソニックがいいかなと思いつつ、インターフェースね、手慣れてますから。で、実際にこの実機があったんで手に取ってみたんですけどね、これが案外持ちにくいんですよ。この小さすぎるっていうのもね、一つ難点ですよね。軽きゃいい、コンパクトならいいっていうわけでも案外ないんですよね。これは初めて知りましたね。FZ1000 がね、結構グリップ感のある重たいカメラだったんですけど、それに手が慣れてしまっているのか、なんかね、頼りないというか、このグリップのあたりもね、浅いというかね、んで思いのほか小さいんですよね。これはちょっと使いづらいなっていうのが思ったんで諦めました。これは、はい。それでですね、パナソニック系ですけども、最新の GH5 ですよ。かなり高いんですけど、どんなもんかなっていう感じで一応置いてあったんでね、手に取ってみました。すごいですね、精密機械の塊みたいな感じで。これもね、手ブレ補正もついたし、絵ももちろん綺麗しね。で、4K の 60p で撮れるわけですよ、動画も。いいなと思ってたんですけど、なんか評判がもう一つ、ね、オートフォーカスがもう一つ、あるいはバッテリーの減りがもう一つ、なんてことも聞きますし、ちょっとね、GH5?20何万ですかね。それでもう一ついい評判を聞かないあたり、ちょっとどうかなって思いまして、まあ GH5 ないなと。うん、 G8、 うん、これもなかなかいいカメラで、はい、これね G8 ですけど、パナソニックですよ。だいたいね、その使い勝手は大体何となくも分かってますから、使いやすいでしょうし。で、手ブレ補正ね、これがいいと。で、さらには 4K も撮れるし、ということだったんですけど、防塵防滴もね、もちろんありますし、なかなかいいかなと思うんですけど、まあ今までパナソニックを使ってきて、さらに次買うの、同じくパナソニックっていうのがね、なんかあんまり感動がないんじゃないかっていうかね、どうせ買うなら別のメーカーのが欲しいかなってね、ちょっと思うわけなんですよ。まあ使い勝手はね、パナソニックの方が使い慣れてますからいいんでしょうけど、メーカーによってね、その色味とかって違うじゃないですか。キャノンやったら人肌が綺麗に映るとかね、ニコンやったら金属系がね、それらしく撮れるなんて、いろいろメーカーによってあるみたいですけど、ちょっとね、パナソニックやめとこうかなっていうのが、まあどっかでありまして、まあ一応スペック的にはね、非常に希望に近いものなんですけど、ちょっとね、感動があまりないんじゃないかということで、一応保留として置いときました。はい。ヨドバシカメラのカメラのね、いろんなブースを見て回ったわけなんですけども、案外手に取ってよかったのがね、富士フイルムですよ。富士フイルムの XT2。
XT2 っていう、これはね、APS センサーですね。これがね、割とごっつくて、で、クラシカルな形状してて、非常にかっこよかったんですよ。うん。で、チタングレーですか。あの、ブラックじゃなく、あの、シックな感じのグレーなんですけど、シルバーって言ったら変かな。これがね、見た目にめちゃめちゃかっこよかったんですよね。で、手に取ってもね、ずっしり感があり。で、グリップもね、そんなに深くはないんですけども、持ちごたえがあるというか、しっくりくるというかね。で、色味もいいと言うじゃないですかね。富士フイルムって綺麗な色が出るってね。で、静止画にも強いという評判を聞きます。ただですね、あれですよ。4K が撮れないんですよ。4K の映像が撮れないということで、それも却下としました。はい。偉そうに言うてますけどね。あの、却下しました。もう一つ分かってないけども、ちょっと違うなと思いました。はい。で、さらに、ソニーですよね。ソニーの、これも APS-C ですね。α6500、あるいは6300あたり。いいカメラだと思います。オートフォーカスめちゃめちゃ早いですよね。で、手ブレ補正もついてますよと。で、4K も撮れますよと。うん。ただね、バリアングル液晶ではないんですね。チルト式ですか、あれ確かね。ちょっと嫌やなって思ったのと、で、ソニーのカメラってなんかインターフェースが悪い、評判があんま良くないですよね。なんか使いにくいというか、で、メニュー画面もなんか使いにくい、見にくいっていうことをよく聞きます。まあ実感したわけじゃないんですけど、そういう評判を聞くとね、ちょっとやめとこうかなって思うわけなんですよ。言うてもね、初めての一眼を持つわけですから、それで嫌になってもカメラ嫌いってなるのも嫌ですしね。ソニーはとりあえず置いとこうかなと、却下ということで。んで、残るはオリンパスですよね。このオリンパスは実は期待してて、実は前から次カメラを買うなら、一眼を買うなら、これだっていうのがあったんですよ。それは、OMD-EM5M2 なんですけど、はい、これですね。あの、オリンパスのミラーレス一眼、OMD-EM5M2。特にね、このシルバーの方、めちゃめちゃかっこよくないですか。こういうの好きなんですよね。で、まあ、値段もね、ある程度下がってて。うん。オリンパスといえば、あれですよ。手ブレ補正が異常に強いっていうね。もう評判中の評判というかね。で、オリンパスといえばパッキパキのね、映画撮れるということで評判ですよね。で、バリアングル液晶で、うん、もうこれ欲しいなって実は思ってたんですよ。これはもう半年以上前からですね。で、あの、いざ撮ってというか手に取ってみました。で、やっぱりね、小さいんですよ。コンパクトがいいわけじゃないんですよね。こういうのって初めてわかりますよね、手に取って。このグリップですよね。このグリップの出っ張りがないんで、まあ薄くていいという一面、本当に持ちにくかったんですよ。なんでやろうっていうぐらいね。これさえなければっていう感じなんですけど、うん、持ちにくかったです。これはね、そのやっぱりグリップ感っていうのは重要で、ちょっとね、ショックでしたね。で、よくよく調べたら 4K が撮れないっていうことで、まあ鼻からダメだったんですけど、まあまあそういうことで、まあキャノンとかあのニコンはもうちょっと頭の中にはなかったんで、手に取ることもなかったんですけど、
とにかくですね、ヨドバシに行って、手に取ってみて、で頭の中でこれがええかなって思ってたのも実際はダメで、でどれもねやっぱり一長一短がありましてね、なかなか決めきれないんですよね。高い買い物ですしね、中途半端なものは買いたくないし。ただですね、欲しい物欲は止まらなくて、買いたいものが実は一個決まりました。文句ばっかし言ってきましたけどもね、ただ一つ僕の希望を叶えてくれるカメラが実は一台ありまして、それをいつ買うかどうかはちょっとまだわからないですけど、買うことに決めました。はい、いいカメラなんですよ。僕の希望する 4K が撮れる、で手ブレ補正ががっちりしてる、でオートフォーカスが素晴らしいと、で防塵防滴ね、で写真が素晴らしい、静止画がよく撮れるっていうやつなんです。もう決めました、それを買います。これじゃないですよ。はい、まあね、勘のいい方は、勘のいい方というかカメラに詳しい方は、今僕が欲しいと言ってるその1台どういうカメラかっていうのは多分ね気づいてると思いますけど、まあね、それを購入して僕の手に来るまで、答えは言いません。はい、クイズですよ、プチクイズです。あんま興味ないですか。まあ久しぶりの孤独に雑談でしたけどもね今日は牛乳とカステラをいただきながら、いろいろ語らせていただきました。それでは、高いけどな、欲しいもんな。よいしょ。